権六殿、久々に稽古をつけてくれねえか。どう望むところよ。槍の又座と手合わせできるなんざありがたいね。いや、手合わせしてくれとは言ってねえんだが、鬼柴田殿が相手じゃ無事じゃ済まねえからな。謙遜するなって。お前の槍が今の織田家を大きくしたと言っても過言じゃない。え？いや、それは過言か。過言だっての。信長様が上に立ち、皆で支えてきた。それで今の織田家があるんじゃねえか。少しは大人になったようだな。ならば今宵は大人の付き合いを楽しむとするか。好きだね。ま、付き合うぜ。ちょうどうまい酒が手に入ったとこなんだ。